今回の菊神チャンネル、軽トラキャンピングカーのイベントに出発です。全国から多数の自作軽トラキャンピングカーが集結。そのキャンプの様子や参加していた車両の紹介などしていきます。おしゃれな車両やクオリティの高い車両、またまた他の参加者の原付キャンピングカーなど、今回は内容盛りだくさんです。ぜひ最後まで見ていってください。お楽しみに。菊神チャンネル始まるよ。よし、監督、出発しようか。さあ、荷物も積みました。あいにくの天気ではありますけどもね、出発したいと思います。ヤギさんはお留守番、飛ばないよね。うん、大丈夫だね。灯油、寒い、3度、4度っていう予報出てたので、うん、OK です。よし、それでは出発したいと思います。50キロぐらいなので、1時間ちょっとだと思います。軽トラエアコンないんですけど、もう大丈夫もう大丈夫です。現在雨は小降りです。強くなることは今後ないと思います。こんな感じでね、降っていくんですけど、一応小屋なんですが、防水対策はしてあります。そしてずっと最近雨で外に置いておいたんですけど、上から降ってくる分に関してはね、雨漏りはしてないんですが、ちょっと今心配なのが、このぐらいの速度で走ることを想定して作ってないんですよ。だいたい時速20キロぐらいで走ることを想定して作ってるので、こう、まあ走ってる間にくっついた雨ですよね、これが隙間から侵入してるのではないかなという、ちょっとそんな気がしています。これついてみないと分かんないですね。その窓の取り付けとか、屋根と本体が取り外しできるように作ってあるので、そこの隙間ですよね、ちょっとそこの隙間が心配かなと思ってます。パネルの接合面は全部コーキングしてあるんで、そこはね、多分大丈夫だと思います。今回の会場なんですけど、岩手県北上市の下道高原スキー場っていうところの、駐車場を使った特設会場になります。これ今のね、これからね、そこに向かっていよいよあと10キロぐらいなので登っていきます。さあ頑張ってね、登っていけるかなと。重さですよね、キャンピングシェルの重さなんですけども、リアカーがね、多分ね、30-40キロぐらいです。棒とか外してあるんで、それで箱、家ですね、青い箱が、まあ、測ったことないんですけど、なんとなくそのコンパネの枚数からいって、まあ、60-70キロじゃないかと思うんです。そうすると、シェルの部分とリアカーで約100キロ、それでその他に荷物をですね、今回100キロぐらい積んでると思います。モトコとかポータブル電源、あとストーブに入れる灯油とかも持ってるので、それでだいたい100キロで、今積んでる荷物の合計が多分200キロぐらいになると思います。それで軽トラックって最大積載量が350キロなんですよ、うん、なので、まあ最大積載量の6割ぐらいを積んでます。なので比較的ね、坂道もね、スイスイと登っていきます。午後2時の現在気温で10度多分夜はマイナスにはならないけど、一桁は間違いないですよね。明日の朝ね、雪になんなきゃいいなと、そんなことを心配しています。さあ、ここからまっすぐ行くと下東温泉ですね。いや、久しぶりに来たな、下東高原スキー場。下東キャンプフィールドって書いてる、そんなやつあるんだ。今スノーボードにね、ハマってた頃がありまして、
間20回ぐらいは来てたかな、ここね。上がね、スキー場のセンターハウスです。結構大きいスキーで、ゴンドラ2機かな。キャンピングカーのサイトなんですね。こっちが軽トラキャンピングカーチームですね。はい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 。本日も手仕事1紅葉祭りへご来場いただきまして誠にありがとうございます。入りでいいでしょ。今風に行くのに重い重いよ。そうですね、雨じゃなかった。いや、テールランプの電動のあ、同じやつ使ってます。やっぱこれですよね。やっぱこれですよね。中ってどっから入るんですか。あ、そっから。あ、いいですか、中も。あ、ちょっとヘルメットからなんか。あ、いろいろ。へえ。あ、電気もつくんだ。あ、これ白いからかもすんの。こっから足を出す感じですね。走行するときはこれを閉める。へえ、なるほど。これとかもなんか手彫りで、手彫りで、すごい。見せてもらった。すごいなこれ。すごい。あ、なるほど。焚き火画像。なるほど。わあ。すっげ、超リアルですね。やつの真似てる。すごい。エアコンがついてる軽トラなん、すごいスーパーキャリー。ちょっと今もうね、200が今バージョンアップで600になってる。すごいですね。あ、じゃあちょっと動画のままで、はいはい、いいですか。はい、ちょっとそれ何ですか。うまく撮れるかな。あ、シンク、これで、はい、これで。お、伸びた。すごい。中の壁もおしゃれだし、そのまま。なるほど。じゃあ流しやった。おお、すごい。電源がないですね。電源。あ、こっちか。
そっちに。あ、刺すとこあるんだ。へえ、そういう風になってるんだ。あ、全部、はい。あれ、十字工業のやつですよね。あ、僕も持ってます、あの。同じもの。同じやつ、同じ。これ、冷えますよね。これ、いいですよね。電力食うけどね。そうなんですよ。結構、あの、冷えるんです。ペルチ式の割にはかなり冷えるんで。あ、ここに室外機が入ってる。なるほど。室外機があるという。なるほど。で、エアコンがそこにあるんですね。すごい、これが全部。あ、電子レンジがあって。もうパーフェクトですね。すげー。おー、ありがとうございます。チャンネル登録しておきます。登録者数がね、なんとね、160何人なんだ。今日多分ね、35人ぐらい増えました。はい。スーパーキャリーっていうのがですね、居住、成田、わ、これはすごい、アルミ、しかも出っ張ってるんだ、わ、すごい、部屋が2部屋になってるんですね、ちょっと お邪魔します、はい。すごい、中まで届く。あ、ここ届く。あ、すごい。横に広いんですね。めちゃめちゃ広い。そこちょうど上にマット入ってるんだけど、セミダブルのマットがちょうど入る。すごい。キッチンも本格的。ほー。スポットクーラー。なるほど。ここのスペースもめっちゃ使えますね。荷物入れる。入ります。椅子から全部置かないから全部。すごい。出てる。アルミ。すごい。ポーターだ。雨降ってなければいつも全開するんですよ。あ、どうも。ありがとうございます。ずっと下道で。すごい。下道すごい。今あの、あ、そうですか。はい。すごいですね。みんなが出発してる頃、まだ会社で仕事してる。まだ会社で仕事してる。すごい。ラムはな、はい、で、まあ、マットが結構ふかふかなんで、めっちゃぐっすり熟睡できます。そうですね。とても可愛い。なんか飛行機みたいでかっこいいですね。明るい。失礼します。本当はね、このドアもね、上に上がれば写真にな
はい、完成。いろいろ準備して今回はコットをねここに用意したんですが、なんとちょっと大変、ちょっとね長かったです。はい、失敗。いつものね仲間と今回もセットでテントを組みます。でこのねビニール横膜はビニールハウスのやつ、ビニールハウスの生地を買ってきました。結構ね厚くて強い、それを貼ってます。ちょっとね新品だったので白い粉がついててちょっとくっつきが悪いね、うん、まあなんとかなるでしょう。今回ねおでんをやろうかなと思ってきて、こちらに買ってまいりましたね。おでんね、かわいい。なんだっけ、あそこふもとっぱらでもね一緒でした。朝市みたいな暖かいですね。イメージ映像、イメージ映像YouTube 出ちゃいます。普通のフレームで60キロ。スモーク、お世話になったやつ。タフマルくんジュニアで。現在時刻は夜の11時半、宴も終了しました。で、ね、ずっと石油ファンヒーター使っていました。で、何時間使ったのかな。この大きい方のね、ポータブル電源の方の電気が残り 10% ということで、終了したので、そのちっちゃい方まだ 100% あるので、そっちにねスイッチしました。でこっから朝方多分気温3度ぐらいになるのかなっていうことなので、電気毛布をねちょっと使いたいと思います。はい、寝袋プラス電気毛布ですね。寝袋はモンベルのシャープ3、プラス3度ぐらいの対応でしょうか、うん、なのでまあこのままでもいいですけど、シャープ3だと多分ね 3度だとちょっと寒いので、電気毛布を中に入れて使っていきたいと思います。ハイパーの電源でですね、電気毛布をオンにしました。快適に休めそうです。カプセルホテルみたいな感じかな。うん。監督どうするの？そこでバンクベッドで寝るのね。よいしょ。はあ。疲れた。疲れました。結構広いでしょ？横幅が75センチぐらいです。高さがね、約1メートルぐらいですね。なので高さがあるからあんまり、ね、この狭さは感じないです。これね、100均のライトなんですけど、可愛いでしょ？寝ましょうか。ここに小物入れがあるので、携帯を入れてと、お財布も入れてと。枕代わりの服が入ったこれですね。これで完璧。おやすみなさい。おはようございます。現在時刻は、朝の7時。台風と思うような爆風とですね、気温が現在多分3度4度っていうところでしょうか。それではちょっとみぞれになるんじゃないかっていうような雨が降っておりまして、なんか当初10時ぐらいまでの予定だったんですが、ちょっと危ないということで、緊急解散ということになった模様ですね。テントとかもねちょっとみんな飛ばされたりぶっ壊れたり、僕のとこもちょっと夜中畳んだりとかしてですね、ちょっと大変でしたね。寒いしね。あー、ピーマンが、せっかく大事に作ったピーマン、こんなことになる。人参もテントぶっ壊れてるし、
せっかく作った、せっかく作った野菜がね。というわけでちょっとこう後片付けをして、もうメンバーもねいなくなっちゃったので後片付けをして帰ろうかなと思ってるところです。みんなはあの荷物を積んでも中に居場所があるんですけど、これね、あの荷物を積むと中にいられないんで、外にいるか荷物を積むかどっちかしか選べないということなので、ちょっとこれはやっぱりね、やっぱちゃんとしたやつを作んないと。こっちはこっちで荷物がもう満載なのでですね、現在時刻は間もなく8時、さあ帰る、解散で帰ることにします。新しいね友達もできたので、またねどっか別のところでこう一緒にね車中泊ができればいいなって思っています。寒い寒い寒い。軽トラキャンピングカーのイベントに参加してきました。ちょっと天気が悪くて、こうみんなでね集まったり、ちょっと本当もうちょっと見せ合いっこできたらよかったんですけど、なかなかそうもいかなかったんですけども、楽しめました。作りたくなってきた、うん、軽トラキャンピングカーを作りたくなってきた、自分のやつ、うん、ちょっと今後ね、まあ、冬になるんですけど、冬の夜長にねなんか1台作ってみるのもいいかもしれないなと、みんなの工夫したところとかを見せてもらったのでね、というふうに思っております。皆さんのね参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。